新しいレシピ結構ひらめいたね。やってみると意外に思いつくものだな。うん、これだけ思いつけば課題は平気でしょ。そろそろイル師匠に見せに行ってみよう。すまんすまん、ジョーちゃんたちが良さげなものを持ってたからついな。そいつがあればジョーちゃんたち専用の装備品を作ってやれるぜ。専用の装備品、いい、お金持ちっぽくていい響き。ハゲルさん、その話詳しく聞かせてください。おうよ、まずはだな。というわけだ。なるほど、材料を持ち込めばオーダーメイドの装備品を作ってもらえるんですね。ああ、やっぱり専用のもんってのは愛着が湧くし、何よりも手に馴染む。つわけで、いつでも材料を持ってきてくんな。ジョーちゃんたちにぴったりのもん、こさえてやっからよ。さて、行き先は。師匠、レシピ、いろいろ考えてきましたよ。
自信満々じゃない。さて、見せてもらおうかしら。うん、これなら合格よ。調合の時といい、あなたたちかなり筋が良さそうね。本当ですか？もっと褒めちゃってもいいんですよ。こら、あんまり調子に乗らないの。まだまだひよっこなことに変わりはないんだから。ただ次のステップには進んで良さそうね。二人とも夢の絵筆のことは覚えてる？はい、覚えてますけど。今の二人ならあの道具を完璧に作れると思うの。正しいレシピをひらめいてしっかり調合をすればね。というわけで次の課題よ。夢の絵筆を作って私に見せてみなさい。私の弟子だもの。まさかできないなんて言わないわよね。はい、もちろんです。すっごいの作ってきますから。よろしい。それじゃあ待ってるわ。あ、わからないことがあったら聞きに来ていいわよ。その、頑張りなさい。あなたたちにならきっとできるから。よし、これならいけそう。さあ行こう。防具を作るのか。どれがいいんだ？目的地は気の向くままに。
試験にも合格できるでしょう。どう？今から王城に届けに行ってみたら？あ、そうですね。でも一回落ちてるからちょっぴり不安だな。何よ、大丈夫って言ってるのに。じゃあ私がついて行ってあげようじゃない。何か文句を言われたら私が助ける。それでいいでしょ？わあ、師匠がいてくれたら百人力です。ぜひお願いします。わかったわ。じゃあ出かけるとしましょう。どこ行く、どこ行く。ミレイユさん、再試験お願いします。今度こそ合格してみせますから、見ててくださいね。へえ、少しの間に随分自信がついたみたいね。さあ、ただ前のままの二人だとは思わない方がいいですよ。本当？じゃあしょ。うんうん、いい感じよ。これならバッチリだわ。うん、まさか短期間でここまで腕を上げてくるとはね。二人とも合格よ。アトリエランク制度への参加を認めましょう。これはあなたたちが頑張った成果よ。遠慮しないで胸を張りなさい。さすがイルメリアさんね。早速更新の指導に当たってるだなんて。あなたを C ランクとして招致したこと、やっぱり正解だったみたい。 C ランク？ C ランクってどれくらいすごいの？スーちゃんたちは今一番下のランクなしね。ランクは S と A から G、 それにランクなしの9つ。ってことは C ランクって上から4番目。ランク制度ってこの間始まったばっかりなのに。ええ、イルメリアさんはそれにふさわしい実力者。いいお師匠様を見つけたわね、二人とも。私がすごいのは当然ですけど、この二人もなかなかの逸材だと思いますよ。何せいつか国一番のアトリエになる二人ですから。そうでしょね。はい、国一番のアトリエか。こっよろしくお願いしますね。おお、びっくりした。本当にうまくいくのか。さあ、でも今のところは怖いくらい順調よ。制度のおかげで有力な錬金術師が揃いつつある。それにあの双子ちゃん、イルメリアさんの弟子になったからにはあの子たちは絶対に伸びる。だからこのまま行けばきっと大丈夫。少なくとも何もしないで待つよりははるかにマシよ。だな。あと一つだけ言っておきたいんだが、その顔ものすごく悪人みたいだぜ。うっさいわね。
びに来たの？いいえ、風の噂で面白いことを聞いたので確かめに来たんです。二人ともアトリエランク制度に参加したと聞きましたが、本気ですか？あ、それが面白いこと？確かに参加はしたけどさ。いいですか？ランク制度に参加するということは、我がアトリエボルテールとしのぎを削るということ。かたやろくに錬金術の勉強もしたことがなく、制度に参加したばかりでランクなしのあなたたち、かたや今までの実績を認められて最初から G ランクを与えられている私、まさにプリとドラゴン、これを面白いと言わずして何と言うんですか。ルーちゃんって G ランクだったの？ええ、その通りです、あまりの差に驚いているようですね。いや、思ったより大したことないなーって。な、確かに言葉だけ聞くと微妙そうですが、普通のアトリエはランクなしから始まるもので。えへへ、私たちの師匠はね、Cランクからスタートなんだって。Cランク？ありえません。そんな破格の待遇、私は信じませんよ。ま、別にいいけどさ。そうだな。そんなに差はないって分かったし。当面の目標はルーシャ越えってことにしちゃおっか。え？お、いいねそれ。やっぱり身近な目標は決めた方がいいもんね。え？というわけでルーシャ、うかうかしてるとすぐに抜かしちゃうから、ひひ、よろしくね。ルーシャは相変わらずっか。それはいいとして、ランクってどう上げるんだろうな。あー、試験を受けるってこと以外わかんないや。ミヤユさんに聞くのが一番確実かも。うん、じゃあ話を聞きに行ってみましょうかね。双子ちゃん、ランクアップの相談かしら？そうですそうです。私たちどうやってランクを上げればいいかわからなくて。ああ、まだ説明してなかったわね。それじゃあ今から教えてあげる。というわけ、お分かりいただけたかしら？あー、はい、多分。まあ、やってればそのうち慣れると思うわ。評判を上げて試験を受けるだけだもの。ただ、都の外に行くことになるだろうし、二人だけじゃちょっと心配ね。姉貴、受付嬢のミレイユさん、近くに魔物が出たらしいぜ。数は多くないって話だが、どうする？ちょうどいい機会ね。ねえ双子ちゃん、
悪いんだけど魔物退治に行ってきてくれない？二人だけで平気かどうかとりあえず試してみたいの。わかりました、やってみます。多分なんとかなるよね。任せたわよ。くれぐれも気をつけてね。さあ行こう。あら、ねえあなたたち、都の外に出るつもり？もしそうなら今はやめておいた方がいいわ。近くに魔物が出たらしくて騒ぎになってるから。あはは、今まさにその魔物を退治しに行くところでして。え、あなたたちは？悪いけどあんまり腕っぷしが強そうには見えないわね。確かに強くはないんですけど、私たち錬金術師なんですよ。はい、だから魔物なんて爆弾をポイしてダーンです。まあそうだったの。私の妹も錬金術師なのよ。これも何かの縁だし、自己紹介しておこうかしら。私はリアーネ、狩人をしてるわ。リアーネさんですね。私はリディって言います。私は双子の妹のスールです。スーって呼んでください、リアーネさん。リディちゃんにスーちゃん、二人ともよろしくね。私は普段カッター獲物をお店で売ってるの。錬金術にも役立つだろうし、よかったら寄って行って。特別に少しだけお安くしておくからね。うわぁ、ぜひ寄らせていただきますね。ええ、待ってるわ。それじゃあ二人とも魔物退治頑張ってね。さて、行き先は。さてさて、どこに行きますか。お、魔物見っけ。これくらい楽勝楽勝。元気に歌ってると仕事もはかどるってもんだ。
それに何より俺の美声を客に聞かせないのはもったいないだろう。いえ、全く。かあ、スーは芸術ってもんが分かってねえな。まあいいや。で、今日はどうした？包丁が刃こぼれしちゃってですね。拾ったウニは硬くてさ、思いっきり振り下ろしたら包丁が負けちゃった。足りねえだろ。包丁はドンチじゃねえんだぞ。つってもいつものことか。包丁もそうですけど、お鍋も錬金釜も何回も直してもらってますもんね。そうだな。よく考えてみたら、うちにある金属製品ってほとんどハゲルさん作かも。確かにな。ジョーちゃんたちはそれだけお得意さんだってこったよ。ま、俺に任せときな。頼まれた包丁なら新品当然に直してやっからよ。わーい、お願いしますね、ハゲルさん。おーよ、ただその代わりって言っちゃなんだが、今度アトリエの窯に秘密機能をつけていいか。横のボタンを押すと火の色が変わるって。そんな無駄機能いりませんので、包丁の修理だけお願いします。チェッ、遊び心もねえのかよ。分かったよ、つまんねえな。いらっしゃい。防具を作るの。ぶっ。目的地は気の向くままに。シスター、一緒にボードゲーム。ちょっと待っててね。シスター長、今相談に乗ってるとこだから。相談？娘が反抗期で言うことを全然聞いてくれないんです。シスター、私はどのように接すればいいのでしょう。そうですね、常に母親としてあるのではなく、共通の話題作りのためお子さんが興味を持っていることを試してみるのはいかがでしょう。あの子が興味を持っている。すみません、今子供たちの間で何が流行っているのかさっぱりわからなくて。若い女の子たちの間では、作られた瞳という恋愛小説が人気のようですね。服だとルモニエルというブランドが、食べ物だとシュクールというケーキが今の流行です。あ、シスターお詳しいんですね。ええ、いろいろと調べていますので、ぜひ参考に。あなたと娘さんに神のお導きがあらんことを。